ハリマは、海上自衛隊の音響測定艦。響き型音響測定艦の2番艦。艦名はハリマナダに由来する。ハリマは、中期防衛力整備計画に基づく平成2年度計画音響測定艦5202号艦として、三井造船玉の事業所で1990年12月26日、寄港され、1991年9月11日に、浸水。 九百九十二年三月十日に収益し、海洋業務軍に編入され、呉に配備された。二千一年二月四日午前四時十一分、沖縄本島南方約百十キロメートル、洋上北緯十五度八点四分、時計二十七度三十二点零分の地点で、沖縄県那覇地区漁港所属マグロハエナワ漁船第十一非、喜び丸と衝突し、ハリマには、 右玄中央部外班に作家賞を受け、日喜び丸の選手部に直径50センチメートルの箱が発生したい派した。同年10月25日、文字地方海南審判長な橋部において、張間川の同性監視不十分、各種戦艦の広報不順守が一員にあったとしながらも、日、喜び丸船員の居眠りによる運行防止措置不十分、 各種戦艦の広報不順手が主因とし、非、喜び丸戦員を開国とする採決がされた。2015年12月1日、海洋業務軍が海洋業務対戦支援軍に改編され、同軍令下に新編された第一音響測定隊に編入された。2017年11月1日、第一音響測定隊に開示関係として、 初めてクルー製が導入され今後は乗員を固定せず、3クルーが交互に乗り組み2隻を運用する。2021年3月4日、音響情報収集体制増強のため、響き型の3番艦、秋が収益したのに伴い、乗員体制が3隻による4クルー製に変更された。朝雲新聞2017年12月7日、第1面、第1音響測定隊に、 クルーセを導入、防衛省、音響測定官、秋の上院体制を4クルーセへ、日刊工業新聞、2021年5月4日閲覧、ありがとうございます。